天高く足を振り上げ全身奮闘でシュート。一発のシュートでゴールを狙う。さあ大観衆が見守る中、注目の一戦が間もなく開始されます。個性あるチーム同士のぶつかり合い、ここスタージダウンスタジアムは興奮のるつぼとさせています。そして今大歓声に揺れ動くフィールドに両チーム入場です。緊張の面持ち、選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。
ここでキャプテンにボールを託す。どこまで運べるか。ディアス君、ここで一発だ。完全にかわした。ディアス君、俺の得意技だ。突き止まってるか。パントキックで大きく蹴り出した。ディアス君、ここで奪った。見てろ、あと俺のドライブシュートか。このボールに飛びつく。あ、得意のワンハンドキャッチ。翼くん、このパスをカットした。得意のヒールストで見えたね。ドライブシュート、シュート止めた。ナイスプレイ。ここは抜かせません。お上げヒールリフトだ。得意のヒールリフトで抜いたの。これが最後のシュート。俺の旅立ちのゴールだ。これだ、もらった。何？チャンスに攻撃ゴールを射抜いた。俺は世界一のサッカー選手になるんだ。もっと点を頼む。はっ、ドリブルでボールを取る。ピエール君、なんという華麗なプレーだ。これが二重のドリブルだ。ピエール君、華麗な足取りからスライディングシュートだ。あっと、こんなものか。鍛え上げた体で立ちはだかる。ホームチーム1点差でキックオフで殺されたと思ったら抜けて抜いた。ピエール君、なんという華麗なプレーだ。サンゴール君、ボールを奪うことができません。ロングボールを送るパス、これは通るか。あーと、このパスが通ります。ビクトリーノ君、スライディングでカット。ドリブルでボールを送る。そうだ、ナイスプレー。
タイミングは抜きした。反動中速技法いっけー。決死のオーバーヘッドでこれをブロック。これはブロックスパイダー。これは見事にキャッチ。ヘルナンデス君、これは必殺のロングパスだ。これはタッチを終わります。スローインでのリスタート。僕のおかげだね。攻めぞみんな。この華麗なパッカーでチームをドリフトするのか。タックルを決めた。そうだ、勝てません。渾身のパスを味方に置く。オーバーヘッド、ビクトリーのシュート。キーパーからのリフトアップ。超の予想で、これは予想だ。チーム、ここからリアンスを仕掛ける。ここはパスを出した。はっはっはっ、ボール出す成功。ここは勝ちだ。ここは抜かずに見たか。ボールは相手に蹴り込む。ドリブルも見せかけてカルロック、これは見事に投入だ。さらに射撃戦にナイスプレーだ。サンドール君、ここで止めた。ここはショートをかけた。世界一のサッカー選手になるんだ。やったー。
取り返す。やってやるぞピエール君。ここはパスに切り替えた。これが二重のドリブル。